よいしょ。そうそう、これだこれだ。これ鏡山、鏡山、鏡山、鏡の山と書いてね。これがね、何、いろんな種類で出て、俺ね、ワイン酵母で仕込んだっていう限定のあの純米酒をちょっと買ってみたんだよ。そう、ワインの酵母で作ったっていうから、へえと思って、ちょっと飲んでみたいなと思って、興味が出て。よいしょ、珍しいよな、何ワインかは知らんけど。よいしょ。どうやって開けんだこれ。こうか。はあ、ケースもおしゃれ。あ、ボトルもやっぱおしゃれ。ボトルがね、もう円柱状の。水筒みたい。水筒みたいな感じだね。ガラスのボトル。え？なんかこれもうね、グラスとかに注がず、もうなんかそのまま飲んじゃいたいようなデザインしてる。こんなん絶対美味しいやん。ボスみたい。ああ、形としてはボスに近いね。あ、ボス俺まだ飲んだことないんだけど。はあ、美味しそう。香りがね、完全にワインだ。あ、ワインだわ。いや、これはね、ちょっと一人で飲むのは良くねえな。なんかどっかの機会飲みてえな。いや、いい香りしてんな、これ。これだけで、これだけでもう俺はチーズいけるね。いや、ね、味がめちゃくちゃ気になる。味が気になる、飲みてー。これではグッと、グッと。いや、俺川越ってなかなか行かないからさ、また買ってくるってのは難しいんだよ。そうねー、どうしようかな。飲み配信すれば、いやもうみんなで飲みたいな。テイスティング、あ、そっか、テイスティングすればいいよね。ちょっとぐらいテイスティングしてもな。そうそうそう。これはテイスティングだから。濃缶、濃缶、こんぐらいの量、濃缶だから。じゃあ、一口だけいただきます。なかなか面白い味してるな。俺これ甘口とか辛口とかわからねえ。いろんな部分を合わせ持ってんだよ、本当に。日本酒自体としては辛口なのかもしれないんだけど、ただワインのブドウとしての甘み、それが出ちゃってるから、いや甘くもあり辛くもあるぞって。だけどね、もう二面性があるね、ちゃんと。完全にもうね、フルーティーな香りもするし、そう。
ったらね、舌に残るね、なんというか、まろやかな甘み。これがね、ちょっと、そこらのワインでもなかなか味わえないと思う、俺は。飲み口がね、甘いね。後味が辛いかな。って感じだろうな、多分な。ただ、これはね、本当に、日本酒らしく刺身でもいいし、ワインらしくチーズとかね、そう、サラミとかでもいいだろうし。正直、日本酒とワインの美味しいところを取ったみたいな、そういう酒だと思う。好きな味ですか？好きな味というか、好きな人は多いと思う。あのね、日本酒が飲めない人、ワインが飲めない人に向けてもいると思う。だから、それぞれにある独特のえぐみとかさ、そういう部分をなくしてると思う、俺は。そう。完全に俺は、ハイブリッドというかね、もう、そうね、もう日本酒とワインのサラブレッドが生まれた感じよ。これはな、もうプレゼントとかそういうのにもちょっとぴったりだと思う。で、価格としてもね、そうだね、だいたい2000円もあれば買えたはずだよ、これ。